そういえばやってませんでした。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、まあ、VS 合体ザマスの9周年ファミミッションにとらわれてて、この極限スーパーバトルロードをするのを忘れてたという感じで、まあ、今回やっていきますわ。ナメック星編の極限スーパーバトルロードね。で、私の考えた編成というか、もうみんなギニューで言ってるでしょう。ギニューでね。まあ、ギニューで安泰なんですよ。まあ、そんな面白くないじゃないですか。で、今回私が選んだね、チーム編成。フリーザ第一形態からフルパワーまでの編成でございます。何か何やねん。ええやないか。まあ、行くんじゃわ。ね、第一形態から最終形態までの、チーム編成ですよ。そういうことですよ。ほんで、悟空おらんのか。マジか。悟空いないんだ。なんやねん。ほんで、しかも、センターおらんのか。なんやねん。なんやねん。もう。あ、すげえ。こないなんねや。あ、すげえな。ほん、そうない。でって話やけどね。うん、でっていう。やばい、この編成ミスったな。まあ、ええけどな。まあ、ええっていうことしとこう。な、どうしよう。ああ、まあ、あと7、8分あったら倒せるんちゃう。いや、無理そうやな。無理げやな。うん。まあ、見ていってください。うん。スーパーサイジを超えた力ミッション、皆さんクリアできました？ねえ。俺もう今日、挑戦権もなくなったんですけど。もう嫌になってくるわ。もう嫌になってくる、ほんまに。なんなん言えって思うよね、マジで。うん。なんでってこと、ね、あれ？あ、くそー、どうしよう。どうしよう。なんか、なあ。うん。なんかいっぱい。あ、じゃあ、まあ、ええか。もう、うん。もう何でもええわ。もう、いけ。苦手属性やりゃよかったけど。まあ、ええか。久しぶりやな。この第二形態使うもんな。うん。おい、次行き。これの第二形態のアクティブとかもね、久しぶりに見れたらええんちゃうんかな、思ってるよ。何か。何か。まあ、こういうね、難しいミッション来るのも、まあ、たまにはあるよね。いや、非常に楽しめてる。いや、ドッカンバトル神ゲーやなと思ってますよ、私は。もうこのドッカンバトル60周年までね、ぜひ維持していただきたいかなと、そう思ってます。はい。ヨボヨボになっても YouTube はあるかどうかは知らんけど、まあ、あると私は信じてるよ。って、あれ？木玉こんちくしょうじゃの。まあ、行け。ぶちかませ。第三形態も久しぶりやな。第三形態もマジ久しぶり。うん。ああ、12万。痛い。わあ、痛い。痛いよ。これって先手黒って確定回心やったっけね。どうやったかな、わざな、このフリーザー。確定回心だったような気がする。うん。まあ、ええで。そこいらな。うん。楽しい。ドッカンバトル超楽しい。もう仕事休みたいぐらい超楽しい。ごめん、嘘言いました。完全なる嘘を言いました。すいません。これどうしよう。こういったらいいんか。先からフリーザフルパワーのチョイスが打てないっていうね。まあまあ、それはいかんせんしゃあないな。俺はしゃあないわ。行き上がれ。ナース使ったからね。あ、いけるよ。いや、ほんでも3万6000くらうんか。やるな！やるとは聞いてたぜ。これなんでアタック低下なってんの？彼らは。フリーザがおるから。フリーザがおるからアタック低下なってんの？どうなの？もうみんなクリアしてんだろうな、スーパーサイヤ人の力ミッションというか。まあ、この動画あれ、まあ、雑談動画。うん。新しいナメック星編の極限バトルしながら雑談動画みたいな、そんな感じよ。うん。まあ、ラジオ感覚で聞いてよ。いや、こういうチーム編成、なんか、ほら、みんながギニュー、やってるからなんか違う編成でやりたかったってやつよ。うん。同じこと2回言うん。もう喋ることなくなったら同じこと2回言うてな。
まあ、アタック値言うてよ。よいしょ言うとったんやねん。ね、これ使うたらええんだろ。これフリーザ第三形態で攻撃すればするほどやったら、いや知らんがなってね。でこういう、こういこうかな。グルド落とすでしょうよ。グルド落としてくれも。あ、これフルパワーフリーザでギニ落とすはずやから。でも、あれか。170リーダーでも700万のアタック値出てるからね。このフリーザフルパワーも 3.5 億フリーザも、まだまだ現役なんちゃうんかなと思ってる。まだまだいかんせん強いで。いかんせん強いで、日本語おかしいな。じゃあ、うちの嫁さんがね、最近口癖なんですよ。いかんせんって。あ、特番ちゃんいかんせん。あんたいかんせんっていう。それが映っちゃって。いかんせんが口癖なと。いかんせんが口癖な夫婦です。ありがとうございます。あ、ここ単体やん。だからどうしてんって話やけど。で、ここダブル掛けしちゃえんだろ？ダブル掛けしちゃえんじゃん。な、三つ黒、慣れ慣れしいな。あ、超一天使。鬱陶しいぜ。鬱陶しいぜ。いや、まあ、ええか。まあ、ええけどな。IKK! レッツゴー。なんか、ちょいつ打ちにくいな、この編成。やっぱ横に第三形態おらないかんな。だから、ファンミーティング大阪のどこなんだろう。で、やべえ、場所見てねえな。まあ、もともと、私、あれ、大阪府民やな。大阪府民って言うんかな。めっちゃ食らうんやけど、しんどいな。めっちゃ食らう。何？痛い。ああ、おい。ギリギリなんやけど。ギリギリなんやけど。ああ、そうなん。え、超一通テンションで。超一通テンやん。なんかこう言って、で、回復もしようや。なあ。あ、ちょいつ、あ、打てるやん。やった。あ、先手任した方がよかった。ないか。まあ、ええとしよう。おお、900万円。これやっぱ強いな、これ。伝説降臨の方のフルパワーフリーザ。あかん。3分であと、あれが終わる。休憩が。まあ、あと3分あったらいけるやろ。まだウイスト。あれもあるしな。そう、ハイヤードラゴンな。ハイヤードラゴンが出てけん。あ、まだ38歳で。認知症なのにはまだまだ早いで。まだ早いと思ってるよ。もうこの、俺のフリーザフルパワーで落とすんじゃうの。あか、こいつを一応悪名に置いておきゃよかった。こういうことをするからスーパーサイヤ人を超えた力ミッション勝てへんのよな。そういうことやな。もう、まあ、嫌なっちゃうぜ。いつ寝たら勝てるんな。もう、あんなんで時間費やせないからね。今日もギリギリの戦いになったな。で、転ばの先のここいら使って、もうちゃんちゃんで終わりましょう。そういうことです。はい。ちゃんちゃんで終わりましょうや。はい、いけー。余裕や。もうキャラのインフレかな。最近すごいから。極限スーパーバトルロードも極限でなくなってきたな。で、今後、やっぱ、ドッカンバトルさん、あれちゃん、超極限とか出るんじゃん。超極限スーパーバトルロードとかね。まあ、出そうでございますけども。今日は、新しく来たね、ナメック星編のみ挑戦か、極限スーパーバトルロード。いろんな形態のフリーザで、まあ、挑んでみたという動画でございましたが、楽しめましたか？ぜひ高評価ください。で、コメントもください。ナウローディング遅いです。これはごめんなさい。このスマホのスペックが悪いです。電波は悪くないです。すいません。まあ、皆さんもいろんな編成でナメック星編やってみよう。で、ドッカンバトル楽しんでいこう。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。